オリンピック3大会連続で金メダルを獲得したジョン・フラナガンハンマー投げ用のケージハンマー投げは陸上競技の投擲競技に属する種目でハンマーを遠くに投げる能力を競う競技である。もともとはアイルランドが発祥のスポーツで金槌に鎖をつけて投げていたというのが始まりとされている。メディアを再生するハンマーは長さが男子1.175から1.215メートル。 女子1.160から1.195メートルのワイヤーの先に砲丸がついている。ハンマー全体の重さの合計は男子が7.260キロ、女子が4.000キロ。直径2.135メートルの円形の場所から投げる。角度34.92度のラインの内側に入ったものだけが有効試技となる。回転数は選手によって異なるが、通常は3回転か4回転で投げる。 世界記録保持者の有利セリフは3回転投げ、日本記録保持者の室伏広治は4回転投げである。以前は3回転投げが主流であったが、現在ほとんどのトップアスリートは4回転で投げている。重いハンマーを高回転で安定的に投げる。技術力と投げる瞬間、背筋にかかる 400kg 以上の負荷を支える強靭な肉体の双方が必要で、 総合的に体の筋肉と精神面を含めてある程度の時間と経験を積まなければトップアスリートにはなれないとも言われている。それゆえにこの種目におけるトップアスリートは20代後半から30代の選手が比較的多い。20代半ばであればこの競技ではまだ若手と言われる年齢である。そのため他の陸上競技と比しても選手寿命は非常に長い。 40代でも現役の選手も他の競技と比べれば非常に多い。陸上競技における正しい表記はハンマー投げであるが学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面ではハンマー投げと表記されることもある。女子は1993年から日本記録として公認されている。記録を出した当時はソビエト連邦記録を出した当時は ソビエト連邦記録を出した当時は、ソビエト連邦。アジア陸上競技連盟は、アシュラフ・アマガット・エルシー・ファイの記録を、ジュニア・アジア記録としている。この値は、ジュニアを含めて、男女とも、方眼投げの方眼の重さに等しいこの角度は、投的角度を示すラインが、サークルの中心から20メートルの地点において12メートルの間隔になる角度である。 陸上競技マガジン1999年、記録集計後330、ピンハットリビジョンオブリザルツフォローイングサンクションスオブ、ツキャンオストップチック IAF2014 年4月27日、アスリートプロフィール相棒ツイキャン。ありがとうございます。